はようございます、総長です。チュニジアに4泊して5日目の朝がやってまいりました。今日はシジブサイドとカルタゴ遺跡へ行く日になっています。おはようございます。おはようございます。朝ごはん、いちごジュース、純国ガチ生絞りいちごジュースです。あなたの肌はこっち、それともこっち。外を散歩開始しました。これチュニス劇場だって。人がいっぱい座ってます。ここ昨日食べたところ、塩を足したらすごく美味しくなったパスタが売ってました。日本人の私、若者、特に女性、 K-POP 好きそうな層からとても人気です。時計台のところ行きました。ここのね、あっちの奥の橋をグイッて越えたところに駅があります。マリナ駅があります。あなたがチュニスに来る時も同じかどうかは分かりませんが、お花屋さんが並んでいたら目印です。バース停がすぐそこにありました。さあ、この猫に乗ればですね、だいたい30分おきに1バス出てるということで、空港へ行けるということが分かりました。空港からチュニスに来た時も、1人1ディナールでこの辺にバスで降ろされたんですよね。電車の駅あるじゃん、電車の駅あるからそれで行くのかなと思ったらね、あっちシディブサイド着いてから歩く距離が遠いからってことでバスで行けよって、1ディナールでバス乗った方がいいよって言われました。チュニジアに来て初めて Be careful って言われました。ちゃんとお財布とか気をつけろよって。観光地はやっぱ危ないね。カフェ TGM って書いてあるとこの目の前だわ、 Google マップ的には。まあ、よーくアップすれば、まあ、線路の始まってるとこがわかると思うけどね。あ、でもトレインだ。意外とここなのかな。ここでチケット買えば一応電車でも来れるってことやな。1ディナールでバスで来れるし、普通に現地民もバスで来てたし、多分バスが正解なんじゃない。初めてこっちでもお寿司を見つけました。ピザ、お寿司。あ、お寿司だ。お寿司がある。シディブサイド、マップで見てる感じすごい歩くことになりそうです。近くに、カルタゴ、カルタゴ大学、カルタージ大学があって、そこのね、生徒さんがバスの中で出会っておしゃべりして、英語でね何でも会話ができたのですごく安心できたし、チュニジアいい国じゃんってすごく思いました。早くシディブサイドのいいとこ見せろよって思う時間だよね。でもさ、見てこれ、サボテンって木なの？サボテンってサボテンだと思ってた。なんか木とサボテンがこう途中からグラデーションでサボテンに変わってってるんだけど、初めて見て今興奮してます。と、僕の長年の旅の勘で今日は靴を履いてきたんやけど大正解でした。草履できてたら終わってたわっていうくらい、すごく坂道、そして実は広い、そして結構ゴツゴツしてる。やっぱ歴史的な街だ。これ疲れそうですね。あら、かわいい。お土産屋さんもありまして、お花売りがいまして、いいよねこのピンクい花が咲いてるの、すごくいいと思います。お店屋さんもおしゃれです。タイルのこれ、これね、一つぐらい持って帰りたいなと思うけど結構重たいんだよね。なんか持って帰りたいとこなんですけど、あといろんなカフェ、いろんな木、売ってるものはどこでも一緒っちゃ一緒やね。どこで売ってるか自体が問題ない気がします。ほら、ちょっと映える坂道があったりしますね。ランラランララン。うわ、ずっといい景色や、楽しそう。おしゃだ、歩くだけで楽しいってやつや。これはええな。シディブサイドっていうのは、シディがね、聖なる的なね、セイント聖夜でいうセイント部分なんですよね。聖なんとかかんとかっていう聖がね、シディっぽくて、でサイードさんなのよね。サイードっていう人が1000年前くらいにいたらしくて、その聖サイードさんの街的な感じなのかな、みたいな意味らしい。それがシディブサイド。青と白になったのは、昔いた芸術家の男爵、画家兼音楽家の男爵がこういう風にやれっていう風に、ちょっと半ば強引に白と青に統一や、俺は青が好きやねみたいな風にやって、広がってそのルールをちゃんと守っていることによって出来上がったと。
浴衣っぽいですね。ちょっとこうやってねメニューを見させてよーっていう体でね上に登らせてもらいました。ある意味あら海が綺麗って、奥の海で獲れた今日のお魚みたいなのが、55ディナールだったかなって言って10ユーロぐらいで別のご飯もできるよって言ってました。どうやらこれが有名なバンバローニな気がします。これなんか 0.5 ディナールって書いてたのを見たって聞いてたけど 1.5 ディナールでした。こんにちはとか言ってくれたのね。 Thank you very much。 じゃあ先日本人に会ってなんでチュニジアなのがまず一言目で質問されてあれこれおしゃべりしました。この勝手に鳥乗せてきてさ勝手にお金要求してくるなんか勝手な元気な人いるじゃないですか。イタカ勝手に乗せられてたんだけど気にせず歩いてたらちょっと怪我した。痛い。てってでーん、綺麗。お花の色が意外とカラフルなのも余計可愛いよね。白いフォトスポット見えました。きっとこれがさぞ有名な、いわゆるシディブサイドって言われてる時にダーンって出てくる写真、そこが撮られているのがあそこのはずです。青いベンチが目印です。青いベンチ座ろうと思うとお尻が分かれるようになっています。じゃあ青いベンチの隣にあるこちらの緑のベンチに座ればいいじゃない、人はそう言います。だがちょうど座りづらいように設計されている。カフェシディチェバーネみたいな書いてある。ちょっと中を覗いてみましょう。おー、実際にこうなっているらしい。カフェデスデリセス、カフェオブ甘いかな、カフェオブスイーツかな。わーい、青とか白とか関係ない。でもここ地中海。でってて、ちょっと下ってみたらめっちゃ白い街が見えるかと思ったらそんなことなかった、そんなことなかった。ちょっとシディブサイドへの憧れが強かったなぁと、意外と汚いなぁとか、フォトスポットフォトジェニックキャーかわいいっていうスポットあんまないなぁとか、写真はちょっと本当切り抜きが上手だなとか、そういうところがちょっと多いかなとかな。景色のいい他のカフェもありましたけど、だいたい10以下でね何でもジュース飲めそうですね。景色が良さそうなこのカフェなんですけどね、なんかもうここの人たちちょっと商売魂が強すぎてちょっとめんどくさい。ザここを通れっていう道のちょっとだけ外れに入ってみたんですけど、可愛い人もいない。おしゃ、あこっちもおしゃ。なんかフォトスポットはちょうど一つ内側に入れという感じがしますね。本当に普通に人の家だけど、ここからの景色が僕の想像したシディブサイドって感じなんだけどな。ちょっとこのダン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 って言って白白白青青青っていうのがちょっとあんま見えなかったのがちょっと残念。今度ギリシャとかどっか行かなきゃな。綺麗。ちょっとシディブサイドって感じと端っこに行って坂道登るより下の町の方がちょっとなんとなく可愛いです。どっちが可愛い？こっち。上は楽しい？上はちょっと閑散として今に来ましたねこっちの方が白青の建物が密集していてザ・シディブサイドって感じがします。あ、だよね。え、かわいい。かわいい。こっちはこういう写真が、こういう動画、こういう映像が上ではなかなか手に入らなかったですね。こっち可愛いわ。この道をぐいーっと行けばさっき言ったシディブサイドってザ・ここですみたいなとこなんだけど、結局下の街の方が可愛いわ。上はちょっとね悪意ある人もいっぱいいるし、歩くのも疲れるし思ったより綺麗じゃないしみたいな。こっち綺麗だね。すごい綺麗。ちょっと嬉しいことを起きちゃいました。35ディナールの魚のこのグリルセット頼んだらですね、本来ないはずのクスクスさん、チュニジアの伝統料理クスクスをいただいたのと、なんか明らかにこれを1個多めにもらってですね、ちょっとお腹いっぱいコースにさせていただきました。フリーであげるから食ってみなみたいな感じ。美味しかったです。ここで食べました。普通に店主さんが優しくてですね、
クスクスなんか無料でくれたりとかしましたね。綺麗に日本人としての誇りを持って綺麗に食べてやるぜっていう感じで美味しいお魚グリルを食べました。とても可愛くないですか。うわー可愛い。カフェこっちの方が人がいるべきって思うぐらい綺麗で可愛い。いいな。このガソスタら辺が帰りのバスのところです。これが、行き来た時にバスで降ろされたところですね。今から乗るのがこっちから航空法、航空法カルタゴ遺跡のところにヘリテッジに着きました。おめでとうございます。バスは距離に関係なく1ディナールっていう感じですね。別に乗るときにチケット1ディナールポイって渡してキューって言うだけっぽいです。12ディナールのカルタージュハックに来ました。ドン来ました。大聖堂、ここで音楽が開かれていたはずです。僕の耳にはすごく響いて聞こえます。あー響いているんです。ここで音楽祭とか貴族とかが集っていたのかななんて想像できますけども、あの奥のモスクも行きたいけどちょっとどういう行き方すればいいかわからんから行けないかもしれません。現在午後3時、オリンピック風の音楽コンサート会場をクリアしました。ちょっと中には入れないんですけど、こういう遺跡もありますね。とりあえずセントルイス大聖堂に着きました。こっちのなんか本当は違う道から来ちゃったけど、なんやかんやつけたからよかった。セントルイス大聖堂のとこに入って、ちょっとカルタゴ遺跡の場所わかんないけどとりあえず行けるから行くかくらいのつもりでここに来たと思ったら、その周りがまるまる遺跡の風にあっちもこっちもなっていましたわ。でもぽいぽいぽい、あ、絶対これだ。子供そんな遺跡登ってよか、現地の子でもこうチケットいるもんね。へえ、これが昔栄えていたカルタゴ、カルタージですね。現地語でカルタージ、カルタージ言われてもってますけども、あらあらかわいい。ここが現在でいう首都チュニスがむしろ衛星都市で、こっち側がメインだったんですよと。ここにある大聖堂はね、どうやら入れないので、ちょっとライオンで我慢してもらっていいですか。下顎ちょっとなくて 痛そうだったけど、こんな感じで綺麗な街がボーって広がっておりますよ。普通に入り口別だった。なんか入り口ないな、入れないなと思ってたら、一瞬帰ろうとしたところに入り口ありました。気をつけてね。だいたいこういうさ、天井ってさ、なんか聖書のさ絵が描いてあるじゃない。聖なる神聖なっぽい神に啓示をもらった時みたいな、いろんな絵が飾ってあるのがない、すごいシンプルに文字だけ、そしてドット柄っていうかモザイク柄っていうかだけに仕上がっています。いるんです、銅像が。ここでね、ここに鏡があってね、見えるようになってる、見えるようになってちんちん隠してある。なんとサンベース大聖堂、日本語の表記があります。アフリカ、チュニジアもこんなのがあります。ぜひ止めて読んでください。4時24分、このチケットって12ディナールで高いなと思ってたら共通券でして、一つ買えばあっちもこっちも行っていいようなんですね。で、あっちもこっちも行くためには時間が足りなくて、ちなみにここ今歩いているここは高級住宅街らしいです。いいでしょう。あっちの方に行くと、アントニヌス浴場って書いてあって、テルマエロマエ風なのが多分あるんだよね。こっち側に行くとなんか古代カルタゴ軍の軍用港があって港があるらしくて、それも見たくて、どっちに行くべきなんだろうって今迷ってます。ただの駅ですら可愛いです。この駅をね、あっち方面に行けばシディブトゥンドゥで、こっち方面に行けばチュニスなんですけど、あ、いい景色っすね。ここになんとなく別の遺跡風なやつがありました。僕が目指しているやつではありませんが、なんかかっこいい。
おお、なんかあったっぽい。その辺にセルビアの大使館があったりね、この辺が高級の住宅街だったり、大使館があるそうです。これ地中海です。地中海、あれはまだチュニジアでも、あっちはワンチャン、いやあれもさすがにチュニジアか。この奥の場所に行くとイタリアがあります。はい、あ、閉まる15分前にですね、無理やり割り込むことができました。テルマ浴場のエリア、僕はあそこで左を選んで、アントリヌスのお風呂の方に来ました。テルマエロマエの世界が広がっていると想像して急いで走ってきました。間に合った。ここ多分居住区みたいな感じですよね。こっちなんかなんとなくでっけえ宮殿かお庭があったのかなみたいなエリア。今思えば変に何々の地区かなとか想像しないでこういうの読めばよかったよね。でもごめん、俺これちょうど読めなくて分かんないから、なんかウォータースライダーがあったのかなってことにしていい。ちょっとかっこいいよここ。おお、なんか、え、何、浄水場。おお、なんか張り締まってる。これがテルマエロマエ。横にもともとパレス的なでっけえのがあった風のことやな。じゃあこれお風呂だ。テルマがここにあったんだ。ここテルマだよ、テルマ。おお、ちゃんと入れそう。いいんすか入って。ちょっと失礼します、失礼します。ここにどういう感じでお風呂あったんですかって感じだけど、ここにオッケー、段差がカコカコって登ってチャプーンかな。うわー楽しい。うわ空綺麗夕焼けの綺麗。ちょっと待って、これ綺麗。今チュニジアで一番興奮しているかもしれない。しかもいろんな遺跡とか海外行った中34カ国目のチュニジアで、結構隙川の遺跡なんですけど、かっこいい。か、待って、かっこいいんだけど。少し上から登ってみたらこんな感じです。ここにきっと宮殿があって、ドラクエのなんか廃墟的な、なんかゴールドマンとか出てくるんじゃない、動く石像とか出てくるんじゃない。ここにもきっとお風呂があったんでしょうか。マジか、楽しい楽しい。いやここマジでいいよ、チュニスで一番いい。かっこいい。 RPG の世界、そしてテルマエロマエの世界、ほんでこうアラビアっていう感じの全部持ってる。ここ楽しい、かっこいい、かっこいい。ちょっとちょっと、え、もう全部の隙間入っていきたい。宝箱とかあったら開けたい。ミミックとかいてもいいから開けたい。めちゃくちゃ分かりやすい地図ありましたね、ほんと。最初音楽堂、こっからスタートして僕たちこっちへ歩いていって、ここに来ちゃったんですね。すぐ近くにこれがあったらしい。これ知らなかったんです。こっちからこう来てこう行って、今ここを楽しんだ。ここめっちゃおすすめ、このテルマめっちゃおすすめです。超高級そうなエリアを抜けると、ダーン、犬めっちゃ飼ってる、この高級そうなエリア。あ、てかさっきの犬だ。さっきの犬もいた。パッパパー。え、ここがもしかしてあれ、旧カルタゴ軍の軍用の港。ちょっとあっちって正解だった。ほんとチュニジアってムスリムなこともあってか、ワンちゃん見なかったんですよ。で、猫ちゃんいっぱい見るはずだったのね。ここからワンちゃんの声聞こえてるし、あのエリア、高級な大使館とか、代官山みたいな、御殿場山みたいな、六本木みたいな、麻布十番みたいなエリアはワンちゃんいっぱいいた。そしてこのウユニ塩湖のような父母ヶ浜だっけみたいな、鏡張りな、すごい綺麗な、綺麗な内側の港。さっき船がフィーって通ったんやけど、もう氷の上滑っとるみたいだった。もし5時よりも前にここに来ておれば、ここにも入れたってことになりますね。共通券で入れたはずの場所です。あっちで猫ちゃんが喧嘩しています。これも17時を回っちゃったのでもう入れないんですけれど、トフェ
12ディナールの共通券で入れるところです。あ、 Google マップではトフェって書いてあるけど、普通にこのサンクトバイレみたいな風になってました。ちょくちょく見てたこのレンタサイクル置き場みたいになって、ワンチャンね自転車で回った方が楽しかったり楽だったりしたかもしれません。これテニスクラブ見るの2回目、中で普通にテニスしてる人いる。テニスしてます。奥で実はサッカーもやってるし。ここマルサ駅、マルサ駅あるんだけどね、電車で帰ろうと思ったらなんか電車遅いからやっぱバスでいいよって言われちゃいました。すぐここのあるバス停から帰ります。この黄色い箱が目印のようで、マルサ駅マジで目の前、ここの目の前、テニススクールの目の前、ここから出るバス、次来るチュニス方面行きに乗ります。はい、無事ワンディナールで時計台のとこセントラルに帰ってくることができました。マリーナ駅がねめちゃくちゃ重要ポイントです。この時計台の真逆方向に徒歩2分ぐらい行けばあります。で、時計台見事に夜は綺麗です。ここみんなくつろいでるし綺麗。はい、現在6時45分、ディナーを食べに来ました。そこでビール代わりにジュース飲もうよって思ったらね、知らないアナナスっていうジュースがあって、意味わかんなかったから飲んでみます。アナナス、アナナスいただきます。乾杯。わからん、美味しい。パイナップルジュース、パイナップルジュースな気がするけど、ちょっと違う、ちょっと違う。炭酸美味しい。まあアナナスだわ、アナナス、アナナス。これチュニジアの美味しい、じゃあジュースって認めます。アナナス。何かわからなくて探していたオジャ、オジャど、オジャあるって他の店で言ったら、オジャじゃなくてアジャだってことが判明して伝わらなかったで、オジャ頼みました。アジャ頼みました。チュニジア料理アジャ。辛そうかね。昨日食べためっちゃ激辛シーフードパスタよりは辛くないけど、ちょっと似た味です。本当オリーブオイル文化でね、ちょっとそんないらないよってぐらいオリーブあるんですけど、よく考えたらね、このオジャのエスカロッペ食べたんだけど、これって 2.5 ドルとか 2.5 ユーロって感じなので、でお腹いっぱいになっちゃうんだから、めっちゃ安いなってそういえば思う。これで500円ぐらい。どうやらめちゃくちゃお客さん入ってるし、おすすめです。レストランエリアだしみたいな、この子、これが目印になってると思います。ホテルレックスのすぐ近く、グリークカフェのすぐ近く、フォトコピーもあるとこです。めっちゃおすすめです。美味しいし英語通じます。現地人にすごく人気です。1ディナールが50円、2ディナールが100円なんですよ。このコーラ普通のサイズで、これってことは70円ですよね。コーラ日本より安いわ。はい、スーパー寄ってですね、残りの現金をできるだけ使って帰ってきました。このスイーツ買ったりとか、ポテチ買ったりとか、スプライト買ったりして、これで今日は晩酌して寝ることとします。明日の朝ご飯食べたらもう空港へ向かって、午前11時の便でエジプト経由で日本に帰ります。シディブサイドもカルタゴ遺跡もめちゃくちゃ楽しかった。カルタゴ遺跡はね、ほんと時間多めに取った方がいいかもしれません。自転車乗ったりとか、タクシー使ったりとか、上手に回った方が、満喫できるんでしょうねってすごい思います。歴史勉強していくと絶対楽しいと思います。はい、見事お風呂上がりました。8時9時あ何時21時です。現在今から、スイーツ食べて、ポテチ食べて、スプライト飲んでお寝寝します。じゃあ今回はここまで。またね。